はい、5番でございます。佐渡伊藤酒店の晩酌151へ、今夜も佐渡島からお送りしております。今日は店の中からやっております。8月の23日のがもうすぐ終わりそうになりました。11時半を過ぎておりますが、昨日の話なんですけども、地元のもん、何だろうか、地元のですか、要は稲口らの祭りが、何日だかこの先あるってことで、祭りに持って行って、まあ、すぐに飲んでもらいてえ酒、祭りに使いてえ酒、飲んでもらいてえ酒がを買いに来たというお客さんがおりまして、普通だと、まあ、酒に何でもいいから縛ってくれとか、何でもいいから届けてくれとか、そういう話は聞くんですけど、そのいくつぐらいな、40枚ぐらいのお兄さん方2人来て、まあ、手渡しして飲んでもらいたいもんで、それにはどんな酒を持っていったらいいかと、まあ、相手の好みもあるんだけどとかって言われまして、まあ、本当に実際に渡して実際に飲んでもらいて、まあ、で喜んでもらいてっていう酒を選びにというか買いに来てもらいました。そこでまあ勧めたのが、冷蔵庫、12度に設定してある冷蔵庫から取り出してきました。これが不走鶴、島根県岩見の国からやってきた不走鶴の純米吟醸坂錦ってやつで、これを勧めました。まあ、これを、まあ、勧めた通りに、ここに、まあのし紙をつけて持って行ってもらいまして、それともう一本がここにある、奈良の水流を持って行ってもらったわけです。まあ、これなんかも、売るっていうか買うてもらう前に、もうがっつり熟成しておりましたというか、裏に古酒って書いてあって 19BY、平成19年酒造年度の酒ですということで、まあ、説明して持って行ってもらいました。まあ、そういう、ただ渡せばそれで務めを果たしたっていう、まあ、人もおれば、こうやって嬉しいことにちゃんと喜んで飲んでもらいたい酒を、まあ、選びに来てくれるお客さんもおるってことで、非常に嬉しかったもんですから、こんな話をしてみました。それともうその1日前か、その前の日には、学校の先生がやっぱり人にあげてんだけど、どういう酒がいいか、関してうまい酒、どういうのがいいかっていうことで、この4号瓶を日本って言われたもんですから、それだったらってことで、この水流の、肝と平成 19BY のやつと、こっちがぐーっと来て、この端っこにある花垣の米しずく、ヤマハイの米しずくっていうのをおすすめしたわけです。ただ皆さん見るとき佐渡の人にプレゼントするっていうらしいんですけど、まあ、見て飲む前に早もう見たらびっくりしますよっつって、まあ、どっちも色がついとって、まあ、こっちもそっちもそうなんですけども、オリも溜まってきておりますと、そのぐらいになっとるんですけど、まあ、それはまあ傷んどるというよりも、まあ、時間が経って熟成してきたということで、皆さんご理解くださいと、まあ、関して飲んでみてくださいということでおすすめしました。そんなことで、目的を持って酒買いに来てくれるお客さんも本当に嬉しい限りです。皆さん、それでそのこれをこうって言ってくれたお客さんが、俺がこうのし紙を作ってこう張りに戻ってきた時に、あ、 YouTube 見とりますなんつうて言うてくれたもんで、あ、そういうんだか、ここ近くのもんでも見てくれとんだなと思って、ちょっと嬉しいような初心ねえような、そんな気になりましたが、まあ、これを続けて いこうと、1年8ヶ月ぐらいになるんですけど、まあ、ずっと、まあ、いやならん限り続けていこうかなと思っております。はい、まあ、そういう感じでしたということで、まあ、皆さんよろしくお願いします。一家は大間の伊藤酒店です。以上、晩酌151へでした。